この動画は個人の制作なので、誤認がある可能性大きいです。諸説もいっぱいありますので、その中の一つだという認識でどうぞ、何卒、よろしくお願いします。基本、聞き流しで聞いてくださいね。それでも良いってな人は、ゆっくりしていってね。皆さん、こんにちは、霊夢だよ。アンパンマンを久しぶりに見たわ。勇気の鈴がリンリンリン、てかだぜ。うん、勇気。勇気、勇気、勇気秀康。ってことで、今日は勇気秀康を解説するわ、おい。ちょっと待て。ゴルアー。何よ、お前、導入が雑なんだぜ。知ってるわよ。でも、これしか何も思いつかなかったんだもん。まあ、今回は見逃すが、次回はきちんとしろだぜ。あんたに言われなくても、わかってるわよ。じゃあ、気を取り直して、勇気秀康の解説を始めるわ。勇気秀康は1574年に生まれ、1607年に没した安土桃山時代から江戸時代前期の大名。徳川家康の次男。母はお万の方、お坊の局ね。豊臣秀吉の養子となり、羽柴秀康を名乗る、後下総の結城晴友の娘婿となり、10万千石を相続。慶長5年越前北の小藩、後の福井藩、68万石に封じられ、翌年封地にはいる。権の中納言。慶長12年うるう4月8日死去。34歳。幼名は荻丸。デジタル版日本人名大辞典プラスの解説より、勇気秀康は、1574年に徳川家康の次男として生まれたわ。母親は、家康の側室のお万の方。父家康は、正室、築山殿の臨機を恐れたため、秀康を妊娠したお万を重臣の本田重次の元に預けたというわ。うん、別に側室が妊娠したって、正室は起こらないのが普通な時代じゃなかったのか、だぜ。そうね。でも、お万は家康の正室、築山殿の奥女中だったのよ。家康と関係を持つようになって、身ごもっちゃったわけ。だから、お万に嫉妬した築山殿は激高し、彼女を執拗に攻め立てる強行に出たため、これを危惧した家康によりお万は浜松城下の御富村へ送られ、秀康はその地の領主である中村昭吉の屋敷で誕生したわ。また、秀康は双子で誕生した、という説もあって、その兄花神定近とされているわ。当時は犬畜生と同じ双子バラ、が忌み嫌われていたために、家康から実子として認められず、長見定近は夭折したことにして、実母、お万の方、の実家である長見家に預けられて、そこでそのまま育ったわ。ちなみに長見氏として育った定近は、自由神社の神職を叔父から譲り受けたんだけど、享年31歳。晩年には足が不自由になっていたと伝わっているわ。3年後には勇気秀康も亡くなったわ。話を秀康に戻すわ。幼名をギーと名付けられた秀康は、父、家康とは満3歳になるまで対面を果たせなかったわ。その対面も、あまりの冷遇に異母弟を不憫に思った16歳年上の兄、信康による取りなしで実現したのね。また、父である家康が秀康の顔を見て、ギリ、ナマズ、という魚に似てたから幼名をギーにした、という話も残っているわ。冷遇の理由は、築山殿をはばかったためとも、双子で生まれてきたことにあるともされているんだけど、武田勝頼との戦いに直面していたために家康は秀康を浜松城に引き取る機会も、対面する機会も持てなかったのではないかと推定されているわ。そして1579年、秀康が5歳の時に、武田勝頼との内通疑惑から織田信長の命令で、兄、信康が切腹させられたわ。近年では信康が家康と対立したために切腹させられた、ともされているわ。このことにより、次男である秀康は本来なら、徳川氏の後継者となるはずだったの。でも、1584年の、小牧長久手の戦いの後、家康と秀吉が和睦の条件として、秀康は秀吉の元兵、養子実際派人質、として差し出され、家康の後継者敗北の長末、後の徳川秀忠、とされたわ。まあ、
当時はお嫁に行った女性が出戻ることはあったんだけど、養子に行った男性が実家に戻るというのはありえないことだったのね。また、諸説には、家康が後継者は誰が良いかと重臣に尋ねたところ、本多忠勝、本多正信、本多正純の3人は結城秀康を支持し、大久保忠隣だけが、徳川秀忠を推したと言われているわ。現在では、秀忠の母親の身分が、秀康の母であるお万の方よりも上だったし、信康切腹前に生まれた秀忠が当初から後継者だったと考えられているわ。結局、1584年、秀康10歳の頃、には羽柴秀吉の養子として、羽柴三河の神秀康、と名乗ったわ。そして、1587年の13歳の時、九州征伐で初陣を果たし、豊前岩石城攻めで先鋒を務めたわ。続く日向国平定戦でも抜群の功績を挙げたのね。そして、1588年の14歳になった時、豊臣姓を貸しされたわ。さらに、小田原平定、文禄、慶長の役にも参加したわ。でもね、1589年に、秀吉に実子の鶴松が誕生すると、秀吉は鶴松を生後4ヶ月で豊臣氏の後継者として指名するのね。このため、秀康は他の養子同様に、再び竹に出されるの。秀康は、黒田義高、黒田官兵衛の仲介もあって、北関東の大名である結城春と物名、鶴子と結婚して、結城氏の家督を継いで11万千石の大名になったわ。1595年、御奉行の石田三成が福島正則ら7人の将の襲撃を受けた際には、三成の家号その居城、沢山まで秀康が護衛したわ。三成は秀康に感謝し、三成は、お礼に政宗の名刀を送ったわ。秀吉の死後はジップ、家康に味方し、関ヶ原の戦いの前哨戦である会津征伐に参加したわ。その最中に上杉景勝に呼応した石田三成が挙兵し、家康は小山朗廷を開き、秀康に景勝の牽制の役割で留守役を与えたわ。戦後、秀康は一番の加増を受け、越前67万石を与えられたわ。また、自ら望んでいた松平政平の復帰を許されるんだけど、養父、春と物手前、有機性を使用し続けたというのね。1605年に権の中納言に承認して、さらに1607年には伏見常磐を任されるなど、ようやく長年の苦労が報われたかと思われたんだけど、同年3月に体調を崩し常磐を辞退し、翌4月に死去したわ。享年34歳。死因は梅毒で、晩年は鼻が欠けるほどの重症であったというわ。まとめると、結城秀康は徳川家康の次男で、養子に出されたため後継ぎになれなかった発行の武将ってことね。おい。今日は短すぎるんじゃないか、だぜ。うん。今日こそは10分解説にしたかったのよ。引き続いて、前回の宮本武蔵の補足に、コメしてくださった方々、広告してくださった方々への米返しと謝礼をします。興味のない方はブラウザバックボタンでお帰りください。じゃあここからは私用務が引き受けます。おおう。前回の宮本武蔵の補足動画に宣伝してくださった方が16人もいらっしゃりました。ヒゲさん、コマさん、リッチョンさん、フリさん、トレイジュータカさん、オンザビーチさん、リカルドさん、文鳥さん、コメスさん、サケクマさん、天心さん、梅さん、ハラペコさん、オロチョンさん、都会2006さん、トベルさん、アルさん、広告、超ありがとうございましたです。本当に、サンキューなんだぜ、オンザビーチさん。期待通りだったり予想外だったり、全く知らない人物を取り上げたりと毎回楽しみにしてます、のコメ、サンキューだぜ。ああ、癒されるだぜ。頑張るぜ、トベルさん。平成もあと少しか、のこめ、サンキューだぜ。次の元号は、何になるのかなだぜ。ネットでは、安急が話題だが、話題になったものは避けるという慣例から、今から気になっているだぜ。じゃあ、コメ返しをしていくのです。うぽつ、うぽつです。うぽつでち、うぽつ。みんな、サンキューだぜ。次回もうぽつ待ってるぜ。生きがい、待ってましたー。超サンキューだぜ。俺は心底嬉しいぜ。五輪書は経済学会で
有名なのさ。ビジネス書らしい。まったく、知らなかったぜ。教えてくれて、サンキューだぜ。ごめしたものです。うつ主様、矢印をつけていただいた方の認識であっています。ご迷惑をおかけして申し訳ないです。いえいえ、こちらこそだぜ。全然、気にしなくて OK、だぜ。また、気軽にごめしてくれだぜ。先祖や親の名を高めるために話を盛るのはあるみたいね。ご法上師の早雲の話もそうらしいし。化け猫退治の話も実は野犬を殺しただけだったという話もあるし。まあ、話を盛るのは普通な感じがしてきたぜ。どうせなら、こいつ創作だろわらわら。で歴史人物とかの特集希望や。いやー生きてた頃の記録がなさすぎる人は多いから仕方がないよ。むしろ取り上げてくれたおかげでいろいろな人からの説が集まってるとも思える。宮本武蔵については本当にガバガバすぎて申し訳ないと思ってるぜ。オツオツです。オツです。最後まで見てくれて超サンキューだぜ。また次回のご来店を心よりお待ちしておりますだぜ。私もこういうゆっくり動画を作れるようになりたいですね。 OTSU 頑張ってくださいだぜ。応援するだぜ。じゃあ今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。リクエストカモンダミョン。